はあ？呼ばれちゃった。あなたが私のマスター？なら一つだけ忠告しておくわ。私の素顔は見ない方がいいわよ。不幸になるもの。何か用？マスター？戦いの時間かしら？前が見にくいだろうって？まあ。って、触ろうとしないで。なんで英雄でもなく、偉人でもない私が呼ばれたのか、それは私にもわからないけど。まあ、私の興味があるうちはマスターの冒険に付き合ってあげるわ。あのヤサ男。私と何か近い雰囲気を感じるわ。何かを隠しているような。何かに取り憑かれているような。ねえ、私もなんだけど。人間は正体不明なものの偶像を女の子で表現するのは何なの？世の中は女の子が嫌いなの？ぴゃー？首がもげ？え？からくり？からくりなのにサーバントって、奇妙な女ね。あ、私もか。なんかあの男、私のこと見てずっとゴーレムがなんたらって言ってるんだけど。怖。好きなもの？そうねー。みんな笑顔で囲むご飯。かしら。って、何キョトンとしてるのよ。いいじゃない？私が温かい家庭に憧れたって。嫌いなものねー。一人ぼっちの箱の中は寂しいから嫌ね。そのまま忘れ去られるんじゃないかって思って、怖くなるわ。聖杯か。手に入ったらまたあの人形師に会いたいわね。どうしたのマスター？え？私がメリーさんっぽくないですって？前に召喚された時も同じことを言われたわ。なんで固く何かを隠すのか？あのねえ、女の子には見せたくないものが一つや二つあるものよ。私の数多くある伝承の中でたった一人だけ、私に殺されなかった女の人形師がいるけど、名前がうまく思い出せないわ。青とか銅とか色の名前が入ってた気がするんだけど。もしもし、私メリーさん。今あなたの前にいるの。なんてね。マスターは良くも悪くも肝が据わってるから。あの女と同じで私の顔を見ても死なないかもね。見せないけど。何やら騒がしいわね。どうするマスター？そう、なら私も行くわ。ふふふ。さーて、今日は誰の背後に忍び寄ってやろうかしら。マスター、作戦会議もいいけど、そろそろ行動を起こすわよ。待っていても何も始まらないわ。都市伝説から私は権限したんだし、そのうちテケテケとかスレンダーマンも召喚されそうね。正直あの二人、私苦手なんだけど。もちろん家族団らんは好きよ。でも、追いかけてる時の人間のあの表情も捨てがたいわね。人間は嫌いよ。私を壊れるまで使ってくれるのなんて、一握りの人間だけだわ。大抵、かわいいかわいいってめでてくれるのなんて一瞬で、新しいものにすぐ目移りして私は箱の中。マスターはどっちの人間かしら？